さあ、ワイドツーリング続きまして、じんちゃんさん、ポールポジション。はい。次は大丈夫でしょうか。はい、2位、スーパパさん。さあ、名古屋の暴れっ子、スーパパさん。4位、近田さん。3位、近田さん。近田さんのお立ち台大丈夫です。はい。次、SS さん。はい、大丈夫でしょうか。はい、次、ロック。はい、次、ガポットさん。で、勝ち上がりが、小松さん。で、次、クラさん。はい、以上8名で争われます。では、エントリー開始します。はい、ロック君、ガポットさん、ジンちゃんさん、小松さん、エッセンさん、ペコマさん、OK、クラさん、OK、はい、近田さん、OK、電車、OK です。電車エントリー、OK です。8台コールポジションは、はい、入っているところ、8位の、クラさんがゴールラインですね。はい、はい、最後の決勝 A メイン大一番でしょうか。年末ですね、もう今年最後の大一番、12月30日午後5時50分を回っておりますがもしかしたら日本国内のミニッツレース最後なのかもしれませんが、ちょっと分かりません。さあ、頑張って8分間いきましょうさあ、マーシャルは OK でしょうか。はい、じゃあ選手の皆さん OK でしょうか。それでは、スタートします。フライングにご注意ください。はい、ステージスタートしました。あ、お願いします。はい、はい、はい、大丈夫。はい、1周目慎重にいきましょう。さあ、じんちゃんさん、うるパパさん、ガポットさん、近田さん、あの人あれです。さあ、じんちゃんさん、うるパパさん、ガポットさん、さあ、2位、3位、4位あたりが近いですね。さあ、もう集団戦が非常に激進しております。さあ、ロック君、ガポットさん、さあ、じんちゃんさんも、うるパパさんが追いかける展開。さあ、ガポットさん、近田さん、エスエスさんも、あ、とばやりましょうか。はい、さあ、この間に6分小松さんあたりまでは非常に近いです。大丈夫ですか。はい、クリアです。さあ、トップグループ、じんちゃんさん、みみぱぱさん、トップの、はい、クリア。さあ、現在じんちゃんさん、スーパパさん、ラポットさん、6分小松さん、力さん、エキュさん、クラさんの順。さあ、1分、残り時間6分30秒となろうとしております。まだまだ序盤戦。おっ、スーパパさんがトップ。今トップです。スーパパさんトップ、ガポットさん2位、リンチャーさんが3位、6分4位。おっと、大丈夫でしょうか。あー、すげー。おー、はい、クリア。さあ、スーパパさんとガポットさん2秒4、ガポットさん、近田さんが2秒0、近田さんとじんちゃんさん1秒2、じんちゃんさんと小松さん0秒28、ロック、小松さんとロック、おい、伊勢さんが上がった、1秒4、伊勢さん、クラさんと1秒、クラさん、ロック、2秒3、さあ、2分経過、残り時間6分を切っております。現在予想周回50周、トップは予想周回50周、スーパパさんは14周目から15周目に入るところ、残り時間は5分30秒といったところで、まだまだ序盤戦ですかね。
さあ、スーパーマさんと近田さんと近田さんが2位浮上、スーパーマさんと近田さんが5秒差。あ、読んでない。あとで確認します。さあ、かなり近いぞ。さあ、画面上では、スーパーマさんがトップを快走中。18周、19周目に入るところ、トップクルーターの18周目に入る。はい、クリア。さあ、現在5分を切って4分40秒、残り時間4分40秒です。中盤戦に入っております。さあ、画面上ですと、スーパーマさん、小林さん、近田さん、エセスさん、ジンちゃんさん、ロックさん、ボックさん、クラさんの順位が来ています。さあ、スーパーマさん、小松さんが6秒3、小松さん、近田さん、1秒2、近田さん、エセスさんが0秒3、エセスさん、ジンちゃんさんが5秒、ジンちゃんさん、ロックさんが0秒8、ロックさん、ボックさん、1秒2。はい、残り4分ちょうど真ん中折り返ししました。現在スーパーバター25周、ちょっと26周になりました。どうなっていた時点。さあ、オープンクラスいよいよ終盤戦突入です。さあ、残り時間3分30秒といったところです。現在トップグループは28周になっています。残り周回が20周。さあ、現在画面上ですと、スーパーバーさん、エステルさんが7秒、エステルさん、小松さんが0秒6、小松さん、近田さんが2秒、近田さん、ピッチャーさんが3秒、ジンちゃんさん6分1秒3、ロックがボックさん1秒6。さあ、残り3分を切っております。残り3分です。現在トップグループは31周目から32周目に向かっています。さあ、あと10秒、2分30秒、もうすぐ残り時間2分30秒になろうとしております。現在トップグループは33周、34周目になっています。残り15周程度でしょうか。さあ、2分半を切り、もうすぐ残り2分です。さあ、画面上ですと、スーパーバさん、SF さん、小松さん、近田さん、ジンちゃんさん、サボットさん、ロックン、クラさんという順で交代になっていますが、ちょっと後で確認しますね。残り2分で、残り2分。トップ、スーパーバさんは37周から38周目。あ、クラさん、戻った。はい、クリア。はい、クリアです。さあ、1分40秒、残り時間1分40秒から1分30秒に達しています。トップグループは40周目に突入しているところ、残り10周か。さあ、1分30秒切りました。終盤戦、さあ、どうでしょう。ちょっとばらけですね。スーパーバさん、クラさんの瞬間。はい、残り時間が1分を切ろうとしています。1分5秒。スーパーバさんは43周。さあ、1分切りました。さあ、予想周回49周か50周かギリギリのところ。さあ、画面上ですと、SS さんとスーパーバさんの差が2秒で縮めております。最後までわからないか。残り時間30秒になろうとしています。
30秒過ぎました。さあ最後まで慎重に順調にいきましょう。さあ残り時間20秒。さああと200分。さあ残り時間があと10秒。さあもう一周いくか。ファイナルラストかギリギリ。あーもう、はい、残り時間3秒。大きいな。はい、ファイナルアップです。あ、まだレース残り、小松さんゴール、エッセンさんゴール、スーパーマンさんまだ、ガボコさんゴール、クラさんゴール、レース続行中、近田さんゴール、スーパーマンさんゴール、ロックンがまだ、はい、全車ゴールです。お疲れ様でした。これだとスーパーマンさん優勝かな、合ってるかな。はい、ちょっとあと誰が計測漏れだったか確認しますね。ガポコさんの計測漏れ、エセンさんも漏れた。